遠京区は中華人民共和国北京市に位置するし、かつく。北京市の北西部に位置し、西北は河北省カルガン口市、南は昌平区、東は海獣区と接する。春秋時代、遠京県は山恵比寿の居住地であった。春秋末片戦国初期にかけては、園の半島とされ、新朝による中国統一後は、上谷軍の管轄とされ、その後許容県。 エビスゴ市県、川県、新山形、エ安ヤス県、市会県、延京県、樹州、新州、龍京州、高吉州、延辺京州と改変された。1912年の修正廃止に伴い、延京県と改変され、1928年に、ジャハル省が成立すると、その管轄に置かれた。1937年8月25日、 盲強自治政府が成立すると西部は、殺難成長下の延教権が設置され、東部は、河北自治政府により、昇平県が設置された。1941年以降は、八祖寺軍の抗日活動の拠点とされ、マサノベ連合計及びは、竜ノベ所貫根県が設置され、1944年にマサノベ連合県が、延教権に解消され、 下北自治政府下の延強権と2つの延強権が存在していた。1945年9月20日、中国共産党軍が延強権に進駐すると清流教,を教会に異北を中国共産党以南を国民党の支配とされたが、1948年5月19日に共産党が国民党勢力を駆逐するとチャハル省の管轄下に置かれ、 さらに1952年に、河北省に、1958年10月に、北京市に移管され、2015年に、四角区に昇格され現在に至る。2022年冬季オリンピックでは、アルペンスキー、ボブスレー、リュージュ、スケルトンの開催が予定されている。この節の参考資料を振るがけ遠京区人民政府、ありがとうございます。